皆さんこんにちは。あなたのくるくるくるがマリオメーカー、またまたお届けしていきたいと思います。バイオエンおじまぷよと戯れる下プラス右押し半自動うさささん、今日はいきなり半自動コースからやっていきましょう。下飛び押し半自動了解しました。花ちゃんスタートか。これは珍しいですね。えい、ファイヤー、アイスストロム、ダイヤキュート、フレインダグドって当たってるよ。下飛びずっと押してたと思うけどな。おかしいぞ、さっきはこの辺もやられた。今度はさっきとちょっと位置が違う。えい、ファイヤー、アイスストーム、ダイヤキュート、フレインダグド、ポジゲーム、バイオエーン、バイオエーン、おしまい、おしまいまで聞いたことある人はあんまりいないんじゃないでしょうかね。というわけでどんどん進んでいってますが、すごいね、これおじゃまぷよという名前のバブルとかテレサがいっぱいいますよ。今マリオどこにいるのかわからなくなっちゃった。あ、いたいたいた。画面してました。まさしくどこにいるのか見失うぐらいの勢いで動き回ってます。本気で今どこにいる。あれ、ええ、ごめんなさい、マリオ見失っています。とりあえずシャドウ B を離さないようにだけ力入れてやってますが、あ、いた、土管に入っていった。ゴール。いや、すごいわ。うさささんの半自動コースたくさんやりましたけどね、これだけマリオを見失う回数が多かったのは初めてだ。バイオエーン、おじまぷよと戯れる下プラス B 推し半自動、ありがとうございました。くる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 、よろしくお願いします。では、次のコース遊んでいくる。はい、お待たせいたしました。お次はこちらのコース、ブルーさんですね。何日か前に実況させていただいて、とても面白かった職人さんのコースになります。レッドホットマグマ。これは、スピナーかな？スピナーっぽいですね。よし、そうと分かれば、得意分野かと思いつつも、結構実は得意だったりして、何を言ってるんだ、くるくるくる。パワーブロックを叩いたり、すごい面白い。トゲゾウの動きが半端じゃないですよ。あのトゲメットか、どっちでもいいかな。次次、あ、これは大ジャンプか、ちくしょうめー。いや、これもさっきのうさささんのコースと同様、マリオがどこにいるのか結構見失ってしまう感じ。あー、よいしょ。はい、はい、お待たせしました。最近なんか撮影中にお客さんが来ることが多いんですよね。申し訳ございません。まあそれはそれで楽しんでいただけてる人もいるみたいなんでいいかなと思うんだけど、コースを作っていただいてる方には失礼ですよね。申し訳ございません。まあいいか、多分くるくるくるのこの実況見てないと思うし、よっしゃー。さっきやられたところはこれでトップかな。次次、反応しろ。ジャープできない。一つどうしても早く完成させないといけないコースがあるんですけどね、なかなかちょっと着手できなくて、ある方申し訳ございません。忘れてはいません。頑張ります。いずれ必ず作りますなんか最後言い訳で終わりになっちゃった。いや、でもコースはこのコース本当に面白かったですよ。皆さんもぜひ遊んでみてください。ありがとうございました。はい、それでは今日のラストはこちらのコースを遊んで終わりにしましょう。少し長いが楽しく駆け回る爽快120秒スピードラン、セガさん。ベストクリアタイムが今2分近かったような気がするって、それそうか、120秒スピランですもんね。セガさんのコース久しぶりだな。大丈夫かな。2分ぐらいあるコースだとね、1回失敗して次を覚えてられるかどうかが不安なんですよね。今のファウを持ってこれたのも偶然なので、ジャンプ OK。この先は投げるのかな。投げてるよ。上、はい、いい感じいい感じ。ここまでは特に問題なくスムーズに来られているんじゃないかな。ファイヤー連打意外と苦手。3段ジャンプ、はい、お邪魔しましょう。やっぱり安定の扉の後は右側。あ、しまった、やっぱりそうだよね。よし、戻ってきました。今度はパウでつまらないようにというか、ダメージを食らわないようにヒップドロップからの土管に、あ、
あれあれ、直接入っていけなかった、ちょっとずれちゃってたか、中心の位置が。これは普通に走っていけば大丈夫なパターンだと思う。よいしょ、ここでメットを踏んで三段ジャンプできなかった、飛びすぎた。さっきはもうちょっと行ったところでやられたんだったかな、ジャンプしすぎたんだっけ。よいしょ、ここら辺ですね、お邪魔します。右ダッシュからのプロペラマリオ、ここでいいのかな、オッケー、ランダメージは食らってスピンからのヒップドロップ、メットをかぶってカーベキック、クレクレクレ、そして無敵時間の間に扉にお邪魔します。なかなか忙しい、メットをかぶって、あ、これも三段ジャンプか。次次、クレクレクレ、よいしょ、このクルクルクールのやり方を初めて見たわ。よく思いつくな。パールを投げて上、はい、ここは詰まってないね、大丈夫、鍵はもう一個持っている。次出たー、これ大好き。ちょっと難しくない、よし、上の方のブラックパックに当てないとダメだったんだけど、奇跡的にうまく反応できた。でもまだ44秒も残っているスタイル、これはどうすればいい。よーし、くるくるくる、やべ、ちょっと届かなかった、くるくる、パウ投げ、いいけどこれ戻ってくるのが本気で大変だから、これで決めるよ。いいですか、反応して、あー、おー、うわできた。残りはやっぱり44秒になるのかな。さっき何見せたんだっけ、何見せた、反応して反応して、くるくるくる、クロリン1回入れて、ここはくるくるくる、オッケー。いや、さっき見せたのはここか、いや違う、まだこの先だ、この先この先、パウ、オッケー、取ってくるくるくる、どうだ、やったぜ。でもまだ22秒、長い長い長い、クルクルじゃなかった、三段ジャンプではなかった、スターラン、いいんじゃない、詰まってないよ詰まってないよ、おっ、あ、詰まった、やめ、あ、オッケー、補充ありがとう、信じてたセイガンさん、ありがとう。でどこでブラックバックが待ち受けている、おーっしゃー、あー辛かったでも面白かった、セイガンさんの120秒スピードランクリアすることができました。少し長いが楽しく駆け抜ける爽快120秒スピードラン、少し長いっていうかだいぶ長く感じましたけどね、面白く遊ぶことができました、ありがとうございます。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだお済みでない方、チャンネル登録ぜひしていってくださいね。あ、それと最近マリオカートの方も始めたので、そちらにもお付き合いください。次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。